胎児の心房乱炎孔とは、胎児期の心臓にある右心房と左心房をつなぐ穴のこと。出生後は卵炎化として痕跡を残す。胎生四周に共通心房に中隔てが生じる。まず一時中核が上、壁から伸びていくが、一時中核による閉鎖が完了する前に上部が細胞死を起こし、二次孔という穴が残る。その後、 一次中核の右横から二次中核が発生する。二次穴は二次中核により塞がれるが、二次中核にも穴が残り、これが卵円鉱となる。卵円鉱の左側には一次中核があり、これは卵円鉱弁となる。耐性器は肺循環がないため、右心房と左心房をつなぐシャントとして働く。出生後は、 肺循環が始まり動脈管が閉鎖すると、左心房圧が高まり右心房圧が低下するため、出生後に最初にする一息で、卵塩鉱弁が卵塩鉱に押し付けられ、一時中核、二次中核が融合して、卵塩鉱は閉じる。完全に閉鎖するには2から3日かかるため、その赤ちゃん本人が泣くたびに弁が開き、新生児チアノーゼの原因になる。卵塩鉱の痕跡は、 卵塩化として残る。20%の人に卵塩鉱閉鎖不全が見られ、単身的改造と呼ばれる小さな劣行が残存するが、血液のシャントは通常はない。a b c d e フラングマン人体発生学、第10版 ISBN978 から4から895926508、AB 解剖実習の手引きな無賛同。 発行 ISBN 978から4から525103118ありがとうございます。